どうも、高いです。報われない不運な人生から幸運つかむ。これまで必死に努力をしてきて、人事を尽くして天命を待ってみたけど、それでも報われない。行き着く先は自己啓発で、自分自身を啓発し続けて勇気づけてきたけど、それでも心は折れそうだ。あとはいつ私に運が巡ってくるのかなって思っている状況の人ほど、この内容はいいんじゃないのかなと思うんです。運というものを科学で物差しで測っていく。 そしてその物差しによって、あらゆる角度から疑いかけていって、最終的に、運とはこうやって身につけるものですよってことを科学者が教えてくれます。内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。運とは何か、辞書による運の定義。オクソード英語辞典に行くと、楽という単語について次の説明がある。楽はドイツ語のルック、もしくはゲロ系が語源であり、どちらにも幸福、運という意味がある。 この単語の最初、トバクシたちによって使えていたが、自然に広く利用されるようになった後、奥総大用時点は楽の意味を列挙していて、大地にある人をとって有利な、また不利な出来事が偶発的に起こることと定義している。そして第二に、功績や努力の結果ではなく、偶然もたらされる幸運、成功、繁栄、有利な立場としている。偶発的にという単語は、たまたま、つまり全くの偶然で起こるという意味だ。運のいい偶然は自欲表現となる。運のいい出来事は偶然起こると定義されているからだ。 そして、そうした偶然の出来事は自分にとって有利に作用することもあるし、不利に作用することもある。うんと私たちのコントロールが及ばないものであり、自分がどれほど努力しようと、自分にどれほど実力があろうと全く関係がない。こんな出来事はランダムに起こる。ランダムネスとは何か科学的に言えばランダムネスとは文字通りも予測できないことを指す。ランダムネスの出力的定義は、選ぶプロセスが行き当たりばったりだという考え方に軸を置いている。ところが人間はランダムとはこう見えるべきという型にはまった考え方をするため、プロセスより結果に目を向くちだ。 この傾向のせいで、私たちは困った状況に陥ることがある。例えば、コイントスを10回行ったところ、裏が3回、表が7回出たとしよう。この結果を見ると、大半の人はコインに偏りがあったのではないかと推測する。確率から見れば、コイントスをするために、表が出る確率は50対50で、裏が出る確率も同じなんでしょということは、コインを連続して10回投げれば、表が5回、裏が5回出るんじゃないの確かに確率がを考えれば、コインを投げると全体の半分は表で、残りの半分は裏であるはずだが、それはあくまでも長い目で見た場合なのだ。 そして確率するにおける長い目とは極めて多い階層を指すのだ。王ンーーが分類した幸運の4つのタイプ。王ンに分類によれば、タイプ1の幸運は純粋に偶然なせる技で、私たちの努力とは何の関係もなく、ありそうもないことが起こる。よって、ラスベスのカジノでテーブルをコツコツと叩き、運に恵まれますねと願うときに遠慮な行くのはこのタイプの幸運だ。例えば、ベラジオホテルのカジノでポーカーの勝負に挑むとしよう。そして最初の手であなたはガネを全部かけることにする。なんと手元にロイヤルフィッシが揃ったからだ。 カード一組で勝負する場合、最初の手でオイフラッシュを揃う確率は64万9739分の1だというのに、あなたはその企業の幸運に恵まれ、大金を稼ぐ。その後、あなたは億万長者となり、家族の農場を手放すこともなく、優遇と価値の後にする。これはタイプ1の幸運だ。タイプの幸運には行動が加わる。偶然に行動で動きを加えてかき混ぜるのだ。行動を起こせば起こすほど、動きを加えれば加えるほど、様々なアイデアが新たな形にまとまり、あったかたらしい、より良い結果が生じる。 オーティンはこのタイプの猫のアメリカの発明家チャールズ・ケタリンのうちなんで、ケタリンの保なんだ。よ。1876年、ケタリンがオハイオ州の小さな町に生まれ、クズの精神を持って懸命に努力し、1920年から1947年が経ってゼラム・モータスの研究部門をトップを務めた。186件もの特許を取得したケタリンは、全く休むのに仕事を続けることを完全と強く信じていた。また彼は、運を信じていると公言し、懸命に働けば月に目がれめることが分かったと述べた。 そして、自分のように想像性を発揮したいと願っている人たちに、全身を続けなさい。時には思いやらない時につまずくこともあるだろう。だが、それこそがチャンスなのだ。じっと座っているだけで何かにつまずいたという人の話は聞いたことないと助言した。一方、タイプ3の幸運は、かのハイパスツールの名言に見事にまとめられている。観察する場合において、チャンスは準備された心のみを優遇する。このタイプの幸運は、偶然と勤勉機能が与えさせ、準備を整えるからこそやってくる。懸命に頑張るからこそ、心が準備を整え、 偶然不合いな宇宙は何を投げかけてこようと、そこに意味やパターンや繋がりを見出せるようになるわけだ。パスツスルにとっての宇宙は、分子、微生物といった神秘的でほとんど目に見えない世界だった。そうした世界を理解しようと、彼は生涯を研究しへ心の準備を整えたのだよ。彼にとっては、辛抱強く努力して、準備を整えれば乗り越えない難題なのは分かった。タイプ3の行に恵まない人は、準備を整えない人が見逃すパターンをしっかりと見出せるというわけだ。 タイプ4の幸運は個人一人一人に起こる。行動準備にその人独自の個性を組み込むものだ。何か趣味を持っていて、ふさわしいタイミングである場所に行くから4人目生まれる。あるいは一風変わった独特と失踪を持っているからこそ幸運が舞い降りてくる。問題は別の側面から見る独特との傾向があるからこそ、他の誰も気づかない答えがわかる。王子さん分類したこの4つのタイプの幸運を、セーラとエミリーが逆クボートで大西洋横断に挑戦したストーリーに当たり前てで考えてみよう。 タイプ用の幸運は個性やトーニーのやる気ア採用する。この二人にはインディアナ州の住民の喫が備なっていた。トウモロコシ畑と大豆畑をアメリカの平野部で育ち、大学入学後は競技ボートの世界に飛び込み、大西洋をオーダーにチャレンジした。というのも、大西洋でボートを動くのは乗船していたクルーズ客船が沈没した時だけなどと思わず、大きなニュースチャンスとみなしたからだ。セーラー自身、幸運とはセレンディビティのような偶ズの一種で、 ふさわしいタイミングでふさわしい場所にいて、その状況を精一杯利用する才能を持っていることと定義している。王子が説明したタイプ4の幸運にセアラも恵まれたのだとすれば、彼女は自分の個性、行動、予想、世界観を渡させて、九死に一生を得た理由に組み込んだのである。運の起源と歴史、神田の身の起源。原因がさえと分かり、納得できるようになれば、その出来事が起こった原因は超自然的な存在だと考えすらない。何か説明のつかないものが起こった時にだけ私たちは神に頼ろうとする。 認知入り会者のジャスティン・バレットは人をどのように考えるのか、とりわけ宗教をどう考えているかという研究に取り組んでいる。彼によれば人間は生まれながらして周囲の世界について素早く、かつ効率よく考える役立つツールを備えている。霊長類の脳の細胞は顔やパターンを認識すると漏れすぎるで発火し、何か重要なものはありそうだと脳の他の領域に警告を発する。バレットを呼ぶところの後遺者の検出を行うツールは、何か目的があり、その目的に向かって動いているそのパターンを周囲に認識すると、私たちはそのパターンを生み出して後遺者を探しているのだ。 後意者の敵とは、ただ反応するだけなく、周囲の世界に対して行動を起こす存在だ。何かが起こると、その度にその背景に後遺者の存在を察知するようになった。こうした傾向をなぜ身につけたかというと、何かがうし者であることにかけたものの、そうでなかった場合、対して失うものはない。だが、何かがうし者ではない方にかけたところ、実際には好意者であることが分かった場合、あなたは後遺者のランチになってしまうかもしれないからだ。この過剰なものに後遺者を検出しようとする傾向だけでなく、あらゆるいはパターンに意味があると解釈しようとする傾向、 何か素晴らしいことや恐ろしいことが起こると、それは偶然のせいだとは考えようとしない、あるいは考えることを嫌う傾向がある。自分にとっては本当に重要なことがあると、自分の代わりに介入して力を貸してくださいと私たちは神々に懇願する。自分ではコントロールできないものをコントロールする力を神は持っているんだから。例外なく全てとは言えなくとも、人間の文化の大半は、それぞれの運の神や女神を作り出してきた。助けを求めるプロセスは義士化され、神を味方につけるためのまじない言葉、偶像、 魔よけは守りといたものを編み出されてきたのである。Fate, Disney, Fortune。Fate とはあらかじめ定められた水知のことだ。あなたが何をしようと、人生は定められたときに展開し、変えることはできない。英語では Fate と Disney が同じ意味で使えることが多い。どちらも似たような定義があり、人生で起こる出来事はあらかじめ定められていて、取り消しも変更もできないという意味を持つ。だが、Disney の方は変化という意味を含む場合もある。 例えば、実存心理学の開拓者で精神分析技の路面は、ディスニーには様々なレベルがあると説明した。最も低単なレベルには、自身の死、地震、天災、火山、噴火など、あらかじめ決められていて逃れられないことがある。その反対側の低いレベルには、打つ手はないのかもしれないが、自分の行動で影響を及ぼせるかもしれない出来事や環境がある。この意味で考えれば、ディスニーは事前に決定されているかもしれないが、こちらから積極的に行動を起こせば、ディスニーがたどる水しの方向性やプロセスを変えることができる。 幸運という単語の定義に関しては哲学的にも揺れや異論がない。幸運とはチャンスを意味するんだ。幸運は他の単語よりも運に近い意味を持つ。旧石時代の運。1940年に発見されたラスコー洞窟には、旧石時代の先団たちが残した2000点ほどの壁画彫刻物がある。言語を誕生する前であり、見たことを聞いたことをしたことを書き留めに現代の習慣が生まれる前なものだ。人類学者たちはこの壁画群を調査し、書かれている対象を三つのカテゴリー分類した。動物、人間、そして中秋月の図像だ。 これらの引きの一部には、旧石器時代の人たちを周知していた周囲の世界をただそのまま描いたとは思えないものがある。というのも、描写されてない大植物があるからだ。例えば、石灰岩の壁には草木などの植物、または周囲の風景といったものは一切刻み込まれていない。こうした引きが装飾目的のみで描かれたのであれば、果物や木の実といった題材が描かれていて当然だろう。旧石器時代の先度にとってこうした食料は動物の軸で重要だったはずだし、描いた人にとっては身近だったはずだ。 少なくとも家畜幽の占領室、オーロックスや、絶滅したオオネッコ大型根っこのサーベル大ーよりは長く手元にったずだ。この旧で美しい芸術結晶を研究している専門家たちは、先祖はこの動物に入り、自分の動物へとコンタクトとともに儀式を行ったようないことを推測している。ひょっとすると、オーシャーオーロックスと描いた壁画は、これまでに成功した灯りの記録なのかもしれない。現代人が鹿の道具を白線して今に飾るように、 動物の一部には動物の絵が繰り返し予約されている箇所があり、動物のそのあたりに描かれた絵は他の箇所に描かれた絵よりも、狩りの成功や豊かし主職に関係していると思われる。メソアメリカの神、アステカ族、マヤ族、イン家族といった初期のメソアメリカの人々は、秩序や多層の宇宙の存在を信じ、過去、現在、未来がみを創作した。こうした暦は極めて複雑で、太陽、月、星の動きを中表観察した結果に基づいていた。 メソアメリカの三大文明の中で最古のものはオルメカ文明で、世界軸は何層もの空、地上、そして地下世界といった構成要素を貫き、世界を安定させているが同時にそれぞれの要素をつなぐ俳優の役割も果たしていた。成人たちは村の生活の状態を変えたり、病を治したりするために、この世界の層を移動し、その際には動物類を助けかけなければならなかった。オルメカ族にとって動く者には全て生命、つまり精霊が宿っていたため、神として崇拝されたり、生贄されたりすることがよかった。 一方、古代アステカ族は宇宙の秩序を保ったり、必要とあればその秩序を回復するために生きを利用した。また、アステカの神、テスカトリプコにふさわしい生きを捧げれば、誕生したその日から決まって人間の運命を変えてもらうかもしれなかった。つまり人間の運命は儀式を行い、ふさわしい生きを捧げれば変えることができたのだ。アフリカのウードゥー教の神々、ゴードオン、世界最古の宗教の一つで精霊という意味を持つ。ゴードオン、すまちウードゥー教は、ガーナからナイジェリアにあたる西アフリカの伝統宗教の総称だ マーとそのパートナーのリサは、掃除用紙のカップルで、世界とそこにおける万物を掃除した神々だ。マーは多くの子を見、それぞれの子に自然界の特定の領域の統治を任せた。長子ソクパダは大地と山を統治した。アグビは海、目に見えない存在であるグーは鉄と水を支配した。スエッコレグバは特定の支配領域を与えられなかった。彼が生まれた頃には、領土は全て分配されていたのである。感覚する領域が特になかったレグバは、人間と生霊を取り持つ仲介者として使えることになった。 こうしていグバは機嫌が悪くなるとすぐに儀式は最低の台無しにして、誰かの運を奪ってしまう危険で予測できない神となったのである。儀式は霊界と魂のことを取る。こうな出来事を祝えますようにと精霊に拘願する。治療や安算を願う、あるいは結婚式にまつわる問題を解決してもらうといった目的ために行われた。古代エジプトの運エジプト最高の神の一人はベスだ。ベスは実に不具合な神だ。エジプトでは神や女神は大抵してないから夕方に調子で細身なのに。 チョークや海外で表現されるベスは小柄でずんぐりしているがにまたで、時には頭部はライオンで、おまけにしたをつき出し魚雷を向いているからだ。エジプトである神は大抵横向か描かれているんだが、ベスだけは立体的な像やチョークの形をとり正面を向いている。神々の彫像は大抵仲裁が求める場所に置かれていた。その際彫像はまっすぐ前を向いている必要があった。そうすれば沼で起こっていることを直接見られるので、儀式や生きにを通じて生きている者が神と交流できたのである。ベスがまっすぐに前を向いているのは、彼は一家の守り神であり、 家族をか悪魔を追い払うからだだから古代エジプトの人々は玄関の扉にベスを描いた絵や彫像を置き、ひさの家族に悪運が振りかからようにした。また、おさにもベスは立ち会い、母子に不幸や不運が降りかからないように尽力するとも考えられていた。悪魔を追い払おうとするベスの努力は新生児を楽しませる役割も果たした。現代の西洋文化では赤ちゃんの特に読むのに憎いところだと、あ今おならしたよねと誰かが言う。一方、古代エジプト人はンボにはまだ別が見えてどる考えた。 舌を突き出したり、頭を振り回したり、目を大きく見開いて舌で踊り回っている人を見て、赤者が笑っているんだと。一方、シャイという神は、場合によって蛇は人間の姿で現れ、人間の目を知らし、寿命や死に方を定めた。シャイは一人の人間の誕生との共に生まれると考えられていて、人間にはそれぞれ独自のシャイが続いていた。またその人間が死ぬと心臓の重さを測る天秤の横に立ち、その人間の一生と生涯で成し遂げたことを示した。 もしあなたの心臓は一枚の羽より軽ければ心臓を戻され、あなたは来世に向かうことも認められる。だが、あなたの心臓が聖人の悪行により重くなっていれば、あなたは来世に行く価値がないと判断され、天秤の下で待ち構えていて、雨みたいにむさびを食られてしまう。海をつかさどる多くの神々と同様、社員には気まぐれなところがある。お前の運命はすでに社員が定めていて、それを無視することはできないのだから、動欲に富みを追い求めたらならないと。高音の女神、古代ギリシア人と古代エルトリア人。 古代ギリシアにおける幸運は、女神ュケイが運んでくるものと考えられ、幸運、成功、繁栄をもたらしてほしいと、この女神をすつくせがまれることもあった。そのため、ケイは幸運と運命を示す様々な進歩ととに描かれることが多い。例えば彼女は船の舵を握っている姿は、世界の運命を導く役割の症状を表している。また、弾を持つ姿は、運命の予測のつかさを表している。弾はどちらの方向に転がるかわからないので、予測がつかず偶然左右される。まさに人間の目と同じなのだ。 彼女はまたよくこの動きを当てにしている。これは運命が短観者にあたる恵みを象徴する法上の角である。また彼女は運命の輪を待す姿が描かれることもあり、その過程であるものを投げ捨て、あるものを引き上げている。都市によってはこの幸運の未の偶像を祀る神殿が建てられ、幸運の富をお見守りくださいと祈りが捧げられた。時計はまた王冠をかぶった姿をよく劇面に描かれている。 彼女が持っている都市の城壁のような形をした王冠をかぶる女神の姿は商工会議場の建物の最上部に置かれることもあり、アテネやアポーネスやイリオスといった都市が繁栄と幸運に恵まれていたことを世界に知らしめている。運と貴族、運のせいにしたくなる心理、運と貴族理論社会侵略では人間は私たちの行動をどう解釈するかという問題にまつわる研究が多い、つまり行動の原因をどう説明するかという問題だ。他人の存在は私たちの真摯の健康に大きな影響を及ぼしているため、留意しなければならないからだ。 他人の行動の意味を誤解すれば悲惨な結果を招からない。例えばこんな場面を想像してもらいたい。あなたは夜遅く暗い通りを一人で歩いている。角を曲がるととんでもなく大柄な男がこちら向かって走ってくる。そしておぼつかな足取りで飛んだり吐いたりしたかと思うと動物の埋め声を上げる。さて、あなたは目の前の状況を判断しなればならない。それも大急ぎで。あの男は一体何をしているんだ今自分は危険な状況に直面しているんだろうかすぐに走って逃げ出すべきなぜ彼はあんなことをしている では次に、同じシナリオに少し変化を加えた場面を想像してもらいたい。7月4日、アメリカ独立記念日の夜遅く、あなたは友人たちと一緒に通りを歩いている。ちょうど近所で開催された花火大会が終わったところで、長く暑い人生を終えた大勢の人たちが自宅に帰ろうと、車が置いてある場所を目指して歩いている。すると、とんでもなく大柄の男性が腰に向かって走ってくる。ではその正体は父親と息子だ。父親が幼い息子を肩車して、軍手の戦闘を走っているのだ。さて、今回もあなたは状況を判断しようとするだろう。 周囲で起こっている物事をどう解釈し把握するかは、その時自分は身を置いている社会的状況に大きく左右される。あなたは一人なのか、集団の中にいるのか。こちらに近づいてくる見知らぬ人間は一人なのか、それとも群衆の中にいるのか。その人物は7月の暑い夜ならそうした行動をとると予想できること、つまりごく普通の行動をとっているのか。こうした社会的状況の手がか,かりを利用して、私たちは自分や他者の行動を解釈する。 例えば最初のシナリオでは、近づいてくる男は危険で危機外を嫌われるつもりだろうかと、あなたは自問するかもしれない。そしてイエスと解釈すれば、あの男は大きなトラブルの単内な良だと判断し、一目散に逃げ出すのだ。ところが弱め目のシナリオでは、相手は愛情は古い父親で、性別を惑をしている幼い息子のために、あやばやくを危機としてていると解釈するかもしれない。そうなれば、あなたは通り過ぎる親子に向かって、はい、どうすめと声をかけるかもしれない。こうした分析は貴族と呼ばれている。 貴族の三つの観点。現代の貴族理論によれば、私たちは三つの観点から貴族を行っている。第一は内的貴族と外的貴族で、出来事の原因が自分の内面にあると考えるのか、あるいは主位の関係のあるかという観点だ。第二は、その出来事が起こる原因が安定しているかどうかという安定性の観点。そして第三は、その出来事の原因を自分でコントロールできるかどうかという観点だ。例えば、あなたが車を運転しているとしよう。ところが、不意に妙な応答を出せたかと思うと、車が青い煙を吐き始めたので、 あなたは車を6台に寄せる。その後、車はもう一銭して,ても動こうとしない。この時、この時以降の,の原因は、車のメカに関する知識が乏しい自分のせいだと、そもそも車は円弧をする前で基本的にメンテナンスさせサポっていたせいだと考えれば、あなたは内的傷道を行っことになる。あなたという人間の施策のせいで車が故障したと考えるんだ。その判断に、全く、最近の車と来たら見かけ倒してすぐ故障する。 この車にはもう14年も乗っているんだから仕方ない。などと苦労をおりすがしな人たちに面会するのなら、あなたは外敵続行とったことになる。車を故障した原因はあなたが身を置いている状況にあるため、あなたという人間には何のかかりもない。第三の観点は、その行くことをあなたがどのくらいコントロールできるかだ。自分が何もかもコントロールできるわけではないんですよ。車が故障した原因についてじっくり考えれば、この事故を避けるためにできることはあったはずだと思うかもしれない。 その反対に、車の故障がたまたま起こったことで、あくまでも偶然であり、それを避ける手段はなかったし、自分の力が及ばない範囲のことだと思うかもしれない。とはいえ、私たちが帰属を行うときには、大抵4つの要因を中心に考える。目標を達成しようとする際に活用した自分の能力、努力、課題の難しさ、そして最後に生んだ。バイアスと帰属の誤り。私たちは四六時中帰属を行っていて、それを自覚していないことも多い。 それをしょっちゅう貴族を実践しているのならば、私たちは貴族が得意などを想像する方もいるだろう。だが残念ながら得意ではない。原因の理由を探すときに、私たちはミスを犯す。複雑性が伴う不確かな状況で、そうしたミスはよく起こる。そうした状況では、出来事を二つ以上の意味で解釈できるため、実際に進行した事態を正確に説明しにくいのだ。私たちは不確かな状況によると、状況の特徴よりも、個人の願望は欲望を反映した貴族保護の安い。私たちは最も強い、最も持続する願望は、 ポジティブな自己イメージを持つことだ。自分は有能で実るような人間だと考えたいのだ。このポジティブな自己イメージを維持するために、私たちは成功すれば自分の才能や能力を上げ出すと説明し、失敗すれば他人や状況のセンする。こうした貴族の流れは自己法師倍数を奪ばれている。不確かな状況はまた貴族に自己法師源の倍数をもたらす。これは適義貴族倍数と呼ばれていて、相手が何をしているのか推測がつかない場合、 相手の振る舞いには悪意が長く、無害だと思うのではなく、敵意があると解釈出産傾向を指す。人類生気の美容には、長い目で見れば、相手には敵意があると思う方が安全だから。相手には敵意がないという判断が間違っていた場合結果を考慮すれば、敵意があると考える必要があるんだ。研究に言えば、こうした貴族バイアスを持ちやすいのは、あまり攻撃的でない人ではなく、攻撃的でな人の方だ。さらに言えば、攻撃的でな人の方が、このバイアスのターゲットになりやすい。 また、相手が何をしているのか、なぜそんな行動をとっているのかを推測するときには、相手について知っていることを基盤に判断を下す。よって、この人には攻撃的なことがあると事前に分かっていれば、この人は敵を持っていて攻撃的な行動をとると大抵解釈するんだ。他にも、アトジエバイアスというものがある。アトジエバイアスとは、物事の,の結果を知った後は、自分がどんな風に行動したか、どんな風に行動したと思えるかという印象が変わることを指す。アトジエバイアスの恒例として、2018年ジョージア州知事船で繰り広げられた、 民主党のステイシー・エイブラムス候補と共和党のブライアン・ケップ候補との戦いを見ていこう。投票日の1ヶ月前、アトランタでのエイブラムス候補の得票率を予想してくださいとあなたが言われたとしよう。共和党の優勢なジョージア州では珍しく、アトランタが民主党優勢な地盤であることをあなたは知っている。そこで、エイブラムスの得票率は60%を予想する。さて、いざ選挙を終わってみると、彼女のアトランタでの得票率は80%を超えていた。 そこで、なぜ当社は得票率60%と予想したのですかと尋ねていれば、あなたは後自衛バイスを屈して、本当のところ彼女はアトランタ投資部の70%を得票すると内心を持っていたと自信たっぷりの字だろう。本当にそう思っていたのは、なぜ60%を予想を立てたのだろう。それはあなたが入手した最新情報を利用して、状況に関する自分の知識をアップデートしたからだ。とりわけ、自分が事前にどんな予想を立て、判断を下したのかを思い出せないと、後自衛バイスにかかりやすい。 最新の情報を武器にして過去に立てた見込みを作り変えてしまうのだ。うさんな情報を捨て、正確な情報を採用し、頭の中を好きと整理するのである。おそらく、すべての規則バイアスの中で最も有名なのは、根本的な規則の誤りと、そのパートナーともいえる行、抗議者観察者バイアスだろう。他者の行動を説明しようとするときは、根本的な規則の誤りを動かし、相手の性格や気質の影響を過大評価しやすいのだ。あの人はもともとあああいう性格だから、あんな行動を取ったのだと思うわけだ。 ところが自分自身が取った行動の原因を解釈する際には、後補者、観察者バイスを駆使して、周囲の状況の影響を過大評価して、自分の性格の影響を過小評価する。自分がどんな人間かは当人に一番わかっていると思い、外部の環境のせいで自分はこういう行動を取ったんだと思い込むのだ,だ。なぜ、どんな時に運のせいにするのか、正しかろうが間違っていようが、よかれ悪しかれ、私たちは白血中原因の貴族となっている。出来事には原因があるという考えほど、私たちの心深く刻み込まれているものはない。 原因不明という考え方はとても受け入れられないので、運や偶然という想像上の原因に帰属させる傾向がある。何の理由もなく物事が起こるという考え方を消え切れするばかりに、無理に運という原因をひね出したのだ。運が良かったから成功したと考える場合、そこには二つの意味が隠されている。第一に通りの力なく、環境の条件が整っていたから成功したという意味。第二に、にそうした条件が揃ったな、偶然の産物だという意味だ。例えばあの飛行機事故で生き残れたな、本当に幸運だったという時、私たちの本心は悪いような状況だ。あくまでも偶然のせいだ。 よってその出来事は異常で滅多に起こらない。普通でありえないことになる。幸運と不運の唯一の違いはその結果だ。私たちは何かに成功すれば、その原因として幸運を引き代えに出し、であって今の結果が出れば、不運を引き出し出す。はい、運と呪術的思考、不合理な信念の役割、呪術の二つとの原理。イギリスの社会人流学者、サー・ジェームス・フレイザーは、1890年に発表した宗教と呪術に関する有名な研究の中で、未開社会における呪術について次のように説明している。 ジュースはどのようなものを考え方で根指したものなのか、その原理を分析すれば、次は2点に着着するようだ。すなわち、一つは似たものは似たものを生み出す。言い換えれば結果は原因に似るということだ。もう一つは、かつて互いに接触していたものは、その後、物理的な接触がなくなった後も、引き継ぎある距離を動きながら互いに作用しちゃうということだ。フレーザーは第一の原理を類似の法則、第二の原理を完成の法則と呼んだ。グードー教で人形を燃やすのは類似の法則の例だ。 あなたは傷つけたい、滅ぼしたいと思ってあげて偽たものを作るからだ。類似の法則が作用すれば、あなたが人形に行った行為が、その人形を表す何の人形の身にも起こる。類似が類似を生むのだ。一方、エッツィの呪いといった一般的な呪いは、感染の法則に従っている。エッツィの凍した下に触れたら、あなたは呪いに感染したことになる。というのも、エッツィの痛には不運がまだ宿っていて、それがあなたに乗り移るからだ。たとえ一度しか触れておらず、今はもう離れていようと関係ない。現代にも生きる自律的思考。 重積思考とは他者の思考、願望、儀式によって出来事や事象に直接影響を与えられるという考え方で、好むと好まざまにかかわらず、万人がこれにかかっている。誰だって本当は、運や縁起の悪いもの、神の合意しといた不思議な力を信じている。そんなの信じちゃいないよという人間に限って、実は信じたりするものだから。運を信じるのは重積思考の一例だ。とのつまり、呪いを信じるのは不運を信じると同じではないだろうか。 アメリカの心理学者、ボール・ロジン、リンダ・ミルマン、キャロル・ネメルフが成人の重的思考について調べたところ、状況が曖昧な場合、物がをった説明を、術や魔法に頼りやすくなることが分かった。感染の法則に関する実験。ある研究で、ロジンらは大人の被験者の目の前に置いたコップに、アップルジュースかグレープジュースを注いだ。そして、そのジュースを飲みたいかどうか評価してくださいと尋ねた。すると、大半の被験者は飲みたいと応じた。 次に、再びィケーションの目の前に、プラスチックの誕生病ロースクダイと死んだゴキブリを殺菌消毒して乾燥させたものを差し出した。研究者はそれぞれのグループに、ロースクダイとゴキブリはどちらも殺菌消毒されているので衛生的だと伝えた。それからカップに入っているジュースに、その汚染物質に出た,たものを少し浸した。そして、今の時点でこのジュースを飲みたいかどうか評価してくえたいとうんだ。ただし、実際に飲んでほしいとは頼んだわけではない。どのくらい飲みたいかを評価してもらっただけだ。すると、消毒済みのゴキブリを浸したジュースの好感度は一気に下がった。 全員ががゴキ使っったたたジュースを飲みたいとは言わなかったのである。対照的にプラスチックのロースカタとを浸した方のジュースの効果感度は3ポイントしか下がらなかった。その後、被験者たちは清潔なカップに入った汚染されてないジュースを新たに渡され、そのジュースをどのぐらい飲みたいかを評価してほしいと言われた。ジュースそのものは先ほどのゴキブに汚染されたジュースと同じ種類だが、今回はカップも新しかったし、ゴキブの下に触れてもいなかった。それでもこのジュースの効果感度の平均は大きく下がった。 まるで一旦ゴキブラジュースに触れてしまうと、被験者の頭の中ではその種類のジュースそのものが永遠に汚染されてしまったようだった。類似の法則に関する実験。この実験ではまず、被験者にテーブルの向こう側に座ってもらった。次に、研究者が清潔な2本のガラス瓶をテーブルに置いた。その横にその日、食料品店で買ってきたばかりの有名ブランドの砂糖も一袋を置いた。それから研究者は被験者の前で砂糖とラベルを貼った瓶に、清潔なスプーンで袋から砂糖を少し入れた。 次に研究者は別の清潔なスプーンを用いて、もう一本の瓶に砂糖を入れた。シアンカナトリウム、毒というラベルが貼ってある瓶に。その後、研究者はそれぞれの瓶からスプーンで砂糖をすくって別々のグラスに入れ、水を加えて砂糖水を作った。さて、あなたらはどちらのグラスに入っている砂糖水を飲みたいだろうかもし被験者が自ス的に考えたのならば、類似の法則により、毒というラベルの瓶に入っていた砂糖を使用した砂糖水は避けるだろう。類似が類似を生むからだ。 実験者たちはそこに入っているのはただの砂糖だと頭では理解していたのだが毒というラベルを見ただけで汚染された砂糖水は避けるべきだと考えたのだろうそしてやはり砂糖入り水より毒入り水を極めて低く評価したどちらの海に毒というラベルが入るのか自分で選んだ場合でさえ呪いとその効果に関する実験プリンストン大学のをし者エミリー・プローニーらは日常の重的思考について研究してきた 例えば彼女はある実験で、心身症と排除とグードジュースの関係について調べたいと表向きよ理由を伝え、学生たちに協力を依頼した。だが実際のところこの実験の目的は、自分が相手にジュースをかけたと信じるかどうかを調べることだった。実験では仕掛け人の男性が事前に学生たちに嫌われるように振る舞ってほしいと頼まれていて、見事その役を全うした。彼はその場に遅刻してやってきた。全員を待たせたというのに、口を開けてガムをくちゃくちゃ高み、バカは子供を作るなと出方がたかれた T シャツを着ていた。 おまけに、学生たちが実験に関する説明書を読むべき時間に、ずっとペンでテーブルを叩いていた。空きの果てに彼は、実験の道を丸めて、ゴミ箱の方に放り投げ、的を外すと肩をすくめ、床に落ちた紙をそのまま放っておいた。つまり、彼はどこからいても、不愉快、気まれない男を演じたのである。そして予想通り、他の学生たちは、彼に全く効果を持たなかった。学生たちと仕掛け人の男は、どちらも、現在の体の状態に関する調査票に回答を記入した。 すると、仕掛け人は声に出して、俺は元気そのものだと応じ、部屋から出て行った。その後、部屋に残った学生は、ジュースのような行為をしてくださいと言われた。つまり、ジュースの餌食にどんなことをしたのか、具体的にあり得ると考えながら、グードー人形の頭に食をさせてほしいと言われたのだ。それが終わると、仕掛け人は部屋にも連れ戻され、全員がまた現在の状態に関する調査表に回答を記入した。すると、例の不愉快に際わらない振る舞いしていた男は、頭が痛いと報した。 その後、重追役をした学生たちは、あなたが呪いをかけたせいで相手の頭は痛くなったと思いますかと尋ねられ、そう思うと応じた。とりわけ、相手に悪いことは起こればいいっていうのを願ってくださいと言われた学生たちは、不愉快な態度を取らない別の仕掛けによると、別に好きでも嫌いでもないと考えながら呪いをかけてくださいと言われた学生たちよりも、呪いのせいで相手の頭は痛くなったと考えるよが極めて多かった。そうした学生たちは実際に、自分が呪いをかけたから不愉快な男は痛を起こしたと信じ込んでいるより振るまった。 さらに、その不愉快なところに呪いかけたことに、全く罪の意識を覚えていなかったどころか、当然の報いだと考えていたのである。従事的思考の第一の要因、コントロールの科学。社会心理学者のジェニファー・ウィットさんとアナム・ガンスキーは、偶然視覚の刺激を受けた場合、それがリアルであろうと想像上ものであろうと、自分が状況をコントロールできるかによって、錯覚に基づくパターンを見やすくなるかどうかを調べた。 例えばある実験では、目の前の状況には自分の力が奪わないと考えている人、また過去に自分の力が奪わなかった状況を思い出してくださいと言われた人は、少しはコントロールできると思っている人と比べて、何もパターンがないところにパターンを見出しやすかった。この現象を検証するために実験の行った結果、状況をコントロールしたい、コントロールできると感じたいという欲求が、何もない状況にパターンを見出し、世界を予測できる状態に戻そうとするという結論が出た。 自分には一切状況をコントロールできないと思うと、そうした出来事が起こったのは、運が良かったからだ。あるいは自分は運が良い,いからだという理由づけをして、少しはコントロールできるという感覚を取り戻そうとするわけだ。視界学者のジョージ・ギメルチは、野球選手が試合前に行う原発技について研究し、いくつか興味深い結論を出した。第一に選手は儀式化したルーティーンを行うと、パフォーマンスが向上するという自信を持つようだ。第二にルーティーンを行うと、パフォーマンスが向上すると選手は考える証拠として、ピッチャーと打者は様々なルーティーンを行にもかからず、外野手はほとんどした原発技行うという事実がげられる。 ピッチングやヒッティングとは異なり、野手は自分のパフォーマンスをほぼコントロールしている。ボールは一旦自分の方向に飛んできたら補給し、打者をアウトにするのを他人から邪魔されたい、そのチャンスを潰されたりすることはない。自由的思考の第の要因、ストレス。心理学者のジェフリー・ラウススキとアシュリー・エドワザは、極めて迷信深い人々のグループの自由的思考の利用法について研究した。大学生は成績を左右することに関して非常に迷信深い。 426人の大学生を対象に調査したところ、約7名の学生が試験前には7かの弦割りをして、運に恵まれるようにしていると答えた。ラドスティック・エドバーズは学生たちに、テストで高得点を獲得するために、幸運の儀式やお守りをどのように活用したいですかと尋ねた。すると、そこから得られる利益が大きければ大きいほど、学生たちは試験にストレスを感じ、好きるやつを懸命に確保したり、お守りを見つけたりするんだ。ストレスと名刺につながりがある理由は、主に3つある。第一に、弦割りをすれば、学生は試験に集中しやすくなるかもしれない。 第二に何らかの儀式を行えばストレスが軽くなり学生をリラックスできるのかもしれないそして第3に儀式を行えば状況をコントロールできるという幻想を持てるのかもしれない心理学者のエレン・ランガーは1975年コントロールの幻想という考え方を紹介した偶然が支配する状況では実際のその出来事を起こするよりも成功しやすいと期待してしまうのだ私たちは偶然に直面するとまるでその偶然をコントロールできるかのように振る舞う 自分自支配権があると思えば、たとえそれは幻想であろうと、成功する確率は高いと思うし、不安感も減るため、全て偶然できむなと思いたくないのだ。迷信深い人はストレスに弱い。行動心理学者のスアドバイスは、様々な調査結果のデータから、迷信深い人の特徴を明確にした。迷信深い人は直感や感を重視し、通常だった慎重な分析よりは感情に頼りがちで、人生や決断といったものは自分のコントロールが及ばない範囲の要因で左右されると考えている。また、自己効力感が低く、自分は目標を達成できないと考えがちで、自尊心が低い。 自分のコントロールを上にくいと認識すると、神は政府にコントロールして欲しいと望むのだ。だが研究者たちは設定を変え、当該政府は必要にして状況をコントロールできないとい仮定すると、今度は自分には状況をコントロールする力があるという認識が高まった。どうやら私たちは誰かはあるいは何かが必ず責任を負わなきゃならないという確固とした信念を持って日々を暮らしているらしい。権限を持つ大きな力が自分にあるとみなす場合もあれば、自分の外部にあるとみなす場合もある。 私たちはあれこれ理由を否出しては世界をコントロールする力必ずと思い込むのだ。迷信を信じることのメリット。最近の研究によれば、迷信、運、お守りを信じるといった重的思考は、いくつかのポジティブかつ有益な特徴と結びついている。例えば、ケイラーは、迷信を信じれば自分でコントロールできると思える上、そう思い込めば真摯にともに強く健康になるという説を発表した。これは保証のコントロールモードと呼ばれる説で、儀式を行うと、体験の一部は偶然に左右されるという性質から生じる不安や性質に予防性種を打つことができる。 すると身を隠すのではなく、積極的に環境にかかっていこうという気になり、最終的には実際のパフォーマンスは向上するという考え方だ。迷信的な儀式の恩恵としてよく挙げられるのは不安と緊張の軽減だ。オランダの二人の心理学者、ミケイラ・シパーズとポール・ファン・ランゲは、オランダのサッカー、バレーボール、ホッケーチームのトップレベルの選手に、試合前に儀式を利用しているかどうか尋ねた。こうしたトップアスリートの間では、迷信は広く信じられていて、選手は様々な言括の例を報告した。 ホームゲームの前の朝食にはパンケーキをきっかり4枚食べる。フィールドの特定の場所にチ意インガムを貼り付けておく。試合前に一度は数字の13を見るようにするなどだ。また、その試合が自分にとって重要であればあるほど、敵がタフであればあるほど、儀式を行いがちだった。さらに、試合前には緊張が高まるので、試合前に行う儀式にはより重い意味があるようだった。何らかの儀式を行えば、緊張と不安が軽減し、アスリートの気持ちは上向くのだ。自分は運が悪いと思うと、実行機能は損なわれる。 心理学者のリズ・デイト・ジョン・モルドビーは、幸運を信じると全体的な心理面でのウェルビーイングが高まるかどうかを検証した。調査では144人の男女に幸運を信じているかどうかを尋ね、それぞれのうつ状態、不安、楽観主義、神経症傾向についても調べた後、その結果に何らかのパターンを探した。すると、自分や他人が運に恵まれていると強く信じている人は楽観的で、うつ状態でもなければ不安を覚えてもいなかった。 それとは別の調査で、モルトビーの研究チームは、自分は運が悪いと思い込んでいる人たちには、実行機能が損なれている傾向があることに気づいた。実行機能とは、計画を立てたり、当初の計画が失敗した時に大体を立てたり、物事を整理して考えたり、今着手している課題に集中したり、その課題を達成するまで注意を維持したりする一連の認知機能を指す。自分は幸運だと思っている人は、平均より上の実行機能を持っているわけではない。ところが、自分は不運だと思っている人には、実行機能の働きが弱い例が多かった。 儀式は思いで、パフォーマンスは向上する。リザン・ダミッシュ、バーバラ・ストーブロック、トマス・マス・ワイラーが、迷信によって困難な課題でのパフォーマンスは向上するか否かの研究を着手した。迷信的な儀式を行えば、緊張を選び、状況をコントロールできるという現象をもとになる。すると、周囲に広がる混沌として予測のつかない世界が、それほど不安には思えなくなる。これが事実だとするならば、迷信を実行に移せば自己効力感が高まり、より一層懸命に課題に取り組み、より長く努力を続けるはずだと研究者たちは考えた。 さらに、迷信を実行にすれば、楽観主義や希望といった感覚を持てるようになり、どんな形で取り組んでいるようと、パフォーマンスは向上するはずだった。この活動を検証するために、ダミー氏はいくつかの実験を行った。第一の実験では、二つのグループの学生に、ゴルフボールのパッティングをしてほしいと頼んだ。一つのグループはただゴルフボールを渡され、頑張ってと言われた。もう一つのグループは、ゴルフボールを渡される際、このボールはラッキーボールでみんな成功したのよと言われた。そのボールには、光害だというと吹き込まれたのだ。すると、いわゆるラッキーボールを渡された学生たちは、 ボールについて何も言われていない学生たちよりもパッティングのスコアが良かった。第二の実験では、二つのグループの学生におもちゃを一つ渡した。左右にバランスよく傾けて、小さなボールを穴に入れる仕組みのおもちゃだ。一つのグループは、これは指を交差させて、こうを願いしさの効果を調べる実験ですと言われた。もう一つのグループは、予想がつくだろうが、ただおもちゃで遊び、ボールを穴に入れてくださいと言われた。 すると確かに、こう願うしぐさな効果を調べる実験だと信じていたグループは、そうでないグループより小さなボールを小さな穴により多く入れた上、用意し時間も少なかった。運とあなたの脳、パート1。脳波や前頭前野、実行機能と運の関係。脳波、脳の活動状態を知る。脳波測定値は電動性上げため、頭皮にベトベトジェルを塗ってから小さな円盤型の電気工具、電気を持たいない何百万もの細胞を発火し、ニュー乳ン間で活動電位という微量の電気的メッセージを送っている。 脳内の電気的メッセージはイオンによって運ばれる。多くのイオンが高い音子あたり、引っ張りあたりしていると、電流の波が生じ、電荷が動く。こうした電気活動の波が頭皮に抱いた電球に広がれ、電球の金属がこの波の電源変動を捉える。脳波は大脳皮質で活性化している細胞によって、基本的に4種類分けられる。アルファの周波数は8から14平方未まで、大抵その人が目を閉じ、特に何かに集中している時に生じる。アルファは前頭部より後頭部の電球で記録されることが多い。 ベータ波は14平数以上の周波数で、その人が起きていて、何かに注意を払っているときによく現れる。この脳波が観察された人は、口を聞かずに計算問題を解いてくださいとか、文章を読んでくださいとか言われている場合が多い。目は開いていて、頭には周囲にしっかりと注意を払っている。ベータ波は後頭部よりも前頭部でよく見える。アルファもベータ波も、フリ派は左手に小さく、振動数は比較的多い。シータ派はアルファ派やベータ波よりも遅い。そしてデータ派はそれよりも遅い。 シータ派とデータ派はまた、アダ派とベータ派と比べて非常に波が大きい。シータ派とデータ派が観察されているのは大抵数ミリで夢を見ていないときだ。シータ派は白を見ている状態のときによく生じる。脳波の記録を見れば、研究者医師には脳が正常に機能しているかどうかわかる。よって彼らは脳波の形、数、位置などをじっくりと調べ、異常があると思われれば、そしてに割り出せるのだ。脳の損傷で別人のようになってしまった男性。 政治は脳を把握するために異常の脳を調べた代表例がフィニアス議事の研究だ。1848年9月13日、鉄路のロのンを建設するためにダイナマイトで葉っぱを行っていたところ、タイミング悪く爆発が起こり、鉄の棒はフィニアスの頭を貫通した。ところが同僚、医師、家族が驚いたことにフィニアスは生き延び回復していった。しかし回復したフィニアスはもはや以前の彼ではないと彼をよくし、また愛していた家族や友人や口を恐れた。重傷を負ったフィニアスの治療に当たった医師のジョン・ M ハーローは、 事故には前のフィニアスは高青年で、雇用主からも評価されており、よくバランスを得た精神の持ち主だったと述べている。フィニアスの友人、家族、雇用主たちは彼のことを抜けのない聡明なビジネスマンで活気に溢れ、結果に向かって根気よく頑張るタイプだった。節度があり、静かに礼儀正しく、鉄の意思と堅牢な体格を持ちつだったとの説明していた。ところが事故の後、家族と友人は彼のことをもはやフィニアスではないと述べた。事故後は気が散りやすく、信頼できない口汚く不愉快なところになってしまったのだ。 当然のことながら、彼は仕事を続けるのは困難になり、町から町は転々とし、働き口があればどんな仕事にでもついた。この奇妙な症例を調べてきた数世代もの医師や科学者たちにとって、フィニアスの脳の一部は破壊された結果、彼の制約と目標達成のために計画立てる能力が根本的に変わってしまったのは明らかだった。事故後、彼は目標達成のために一つの課題に集中し、その課題を実行することができなくなったようだった。前頭前野の役割。副内側前頭前野はワーキングメニュールを整理し、統制する作業になっていて、 肺外側前頭前炎同様、感情の処理や記憶を司る領域と情報を共有する。そして、眼下前頭皮質は周囲の世界に対する感情の反応を司り、何より重要なことに私たちの社交や社会的適切な行為に関する感覚をコントロールする。計画を叩てる際には記憶に貯蓄した情報を活用するため、肺外側前頭前炎はワーキングの力を借りる。眼下前頭皮質に損傷と、脱抑制症候群の症状が見られるようになる。 異性による抑制が軽くなり、社会的感や周囲からの期待といったものを全て無視する行動を取るようになるのだ。前頭前野に損傷を負った患者は誰のことも何のことも意味に変さず、自分のことしか考えないように振る舞う。衝動を抑えるのは不可能で、完全に不適切な行動をすることも珍しくない。前頭前野に損傷を負うと、こうして治療の行動を示すようになるため、前頭前野患者と一緒に暮らすのは極めて困難になる。患者は衝動を一切抑えることはできないからだ。 意思決定と計画立案が困難になるのは、自分の頃の状態と周囲の状況に注意を払わせる、ハイウ即前頭前に損傷がしたせいと思われる。また、自分の行動を監視し、切なる行為をするのは不可能になるのは、眼下前頭皮質へのような損傷の結果であり、脳のこうした回路は、私たちが周囲の世界に起こることを予想し、自分がどういう人間かだと考え、世界生活で極めて重要な他者とのかかり方を左右する。その結果、こうした神経回路は、自分がどのくらい運がいいか、また運が悪いかという認識に影響を及ぼすのだ。 ベータ派よりシータ派の多い人はリスクを取りがち。ベータ派分のシータ派の比率はリスクな行動を好む極めて人間らしい傾向とも結びついている。IO ギャングリング課題という実験では、パソコン画面に表示されるトランプの4つでキャからカード1枚引いてくださいと被験者は指示される。1枚カードを選ぶと獲得した賞金額が画面に表示される。4つのデッキのうち2つのデッキは体験を得られる場合が多いが、罰金の支払いをめじられたため体験を失う恐れもある。よって、長期的にはプレイヤーは損をするため、この二つの出来は不変な出来と呼ばれている。 この2つのデッキは獲得できる賞金こそ勝負であるものの、当たる確率は高く、損失も少なく進むため、長期的にはプレイヤーは得をする。できるだけ大金を稼ぎたいのなら、ルールを把握した上で戦略を変え、有位のデッキからカードを選ばなければならない。危険者がどのくらい学習したか、最後の20回で有位なデッキからカードを選んだ回数から、最初の20回で優位のデッキから選んだ回数を引いた数で割り出す。一旦勝ち方のコツを把握すれば、あなたは優位なデッキからカードを選ぶようになり、最終的にその回数は増えるはずだ。 ユーヤネッからカードを選ぶ回数が最初と最後の20回で大きな差が出るほどあなたは勝つコツを把握していることになる。だが、この課題に挑戦した全員が勝つコツを把握するわけではない。ADHD の診断を受けた人は大金を稼げる不妊な出来に個数する傾向がある。そして大きな損失が出て苦しむことになろうとも損失は無視するのだ。この課題でリスクが高い方を選択する人の中には ADHD という診断を受けていない人も大勢いる。リスクに対する強度は人によってそれぞれ異なるからだ。 ノースカルララナ州のデューク大学とオランダのストリート大学による国際的な研究では、学習障害など認知機能に問題だという信頼を一切受けていない学生を対象に、この課題が実施された。すると、研究者たちは、学生たちの前頭葉の β 波分の θ の比率を見るだけで、ギャンブルを始める前かリスクの高いで、いけるや分割を予測することに成功した。β 分の θ の比率が高いほど、この課題における学習効果を示す成績は悪かった。β 分の θ の比率が高い学生は、この課題でリスクを取る傾向が強かったからだ。 そこで研究者たちは、家のデッキを利用して勝つことを学習した人間と、不利なデッキを利用してスリルを求め続けた人間のシータ波の違いは、自分の行動によって報酬を得られたと感じるために必要なものの違いを示しているという結論を出した。おそらくシータ波は落ち着いている状態にあるかどうかが、リスクの決断しがちな傾向の個人差に影響しているのあり、そのため、シータハが発生していると思われる不平然投与の実行中の回路に個人差を見られるんだろうと示唆したのである。運とあなたはのパートに、刺激と報酬、ミラーニューロンと運の関係、 脳の中のメッセージ。体の他の部位と同様、脳は細胞で構成されている。脳ではグリア細胞とニューロンという2種類の細胞が発見されている。そして、ニューロンの方が間違いなく重要な役割を果たしてと考えられている。ニューロンには2つの素晴らしいノリがあるからだ。多くの細胞と同じように、ニューロンは他の細胞からメッセージを受け取る。すると、システムのオン・オフや、タンパク質を作れ、化学物質を放出しろなど、体の他の部位から送られてきた資料に応じ、実質なことは何でも行う。 ニューロンの驚異的なところは自分でメッセージを作り出し、それを体の他の部位に送れるところだ。ニューロンをメッセージを作って送り出すためには、ニューロンに出たり入ったりする核物質の二段差が欠かせず、そこから電気化学的シグナルが発生する。外界で起こっていることを脳に知らせる最初のメッセージは、五感の感覚器の一つのニューロンから送られることが多い。ニューロンを送る個々のメッセージは活動電位と呼ばれ、メッセージを送っている細胞の内部に電極を侵入し、もう一方の電極を細胞外に置けば推出することができる。 ニューロンは大抵1秒間に専門のメッセージを作り、それをできるだけ早く送る。つまり、発火する。仕事を共有し、他のニューロンと相互に作用し、独自のメッセージを作ることができるのだ。こうしたメッセージは、中枢神経を飛び回り、他の細胞に発火しろ、もしくは発火するなどと伝え。最終的には、外界で何が起こっているかと伝え、何をすべきかを体に伝える。すなわち、準備すべき、うろたえるべき、変化を起こすべきなど、どんな心構えをすればいいかを伝えるのだ。ニューロンと運にはどんな関係なのか 高温であることと注意を払うことの間に関係がある。注意を払う第一のステップは、外界の出来事に気づくことだ。外界のエネルギーに反応し、何らかの出来事が起こっていることに気づけば、そのエネルギーに関するメッセージを脳に送る。第二のステップは、その出来事に注意を払うことだ。音が聞こえたこと、葉っぱが入れたこと、あるいはその両方に五感を相像して注意を払う。そして、過去の経験と照らし合わせて、今聞いたばかりの音の重要度をおっしゃる。注意を払うには、確率を計算に入れたり、別の選択肢を考慮したりする必要がある。 そして、大荷色のふつとした毛が視界に入る前に、あるいは小枝がポキッと折れる音を耳にする前に、その出来事が起こった原因を突き止めよう、あるいは予測しようとするのだ。自分は運が悪いと思っている人の自傷関連電位メキシコの研究者、ハイメ、マルタン、デル、カンポ、リオスラは、自傷関連電位を利用し、自分は不運だと思っている人の場合、脳が情報処理する方にどんな影響を及ぶのかを調べた。彼らはまず被験者に自分のことをどのくらい不運だと思っているかを調べる調査表に記入してもらった。 この調査票の質問に対する回答から被験者は2つのグループに分けられた。第1のグループは自分のことを踏んだと思っていて、第2のグループは自分のことを特に踏んだとは思っていなかった。それから被験者全員が前頭用の機能を測定するストループ課題を受けた。この課題では被験者に赤いインクで書かれたブルーという文字を見せ、その単語の意味ではなくインクの色を言ってもらう。だが、文字が読める人はつい単語の意味を最初に読み取ってしまう。単語を読みたいという思いを抑え、インクの色に反応しなければならないのだ。 この課題に応じた辞書関連伝院と同様に、被験者がミスした回数と刺激に反応するまでに用意した時間が記録された。その結果、文字のインクの色が単語の意味と一致しない場合、ミスの回数が多い上、反応する前の時間が外イ長いことがあった。また、自分は不運だと思っている人たちのグループは対象群と比べて、単語の意味とインクの色が一致しない刺激に反応するまでにより長い時間を用意し、ミスをする回数も多かった。また、不運だと思っているグループの辞書関連伝院も対象群と異なっていた。 自称風な人たちは対象群の比べで刺激に素早く注意を払うことができず、単語の意味とインクの色が矛盾する場合、次に何をするべきか判断する前に長い時間がかかっていた。不安感とエラー関連陰性デイの関係。新オフィスのウィリアム・ゲーリーとマイケル・フォーケン・スタインは、それぞれ独自に自称関連デイの一種であるエラー関連陰性デイの存在を立証した。どちらの研究者も、それぞれの実験で被験者に、語後、濃厚課題に取り組んでもらい、自称関連デイを記録した。 被験者は所有されるパソコン画面に出されたイメージによって、合か濃厚、どちらの反応をするかを判断しなければならない。この課題は被験者の抑制力を評価する際によく利用され、その結果はエラー関連陰性デーの波に記念いに現れる。ミスを犯した時のノウハウを調べたい場合は、エラーが起こりやすい課題を与えなければならない。実験を行ったゲーリングとフォルゲンシュタイガはそれぞれ、自称関連デーンを観察すれば、ミスが起こったタイミングが目視してくることに気づいた。被験者がミスを犯し、イメージに間違った反応すると、記録に大きな陰性派生じるのだ。 ミスを犯した被験者は、早から禁じられているような汚い言葉で悪態をつくことが多かったという。どうやらエラーカーレイン性で今、全体除湿という脳の領域から生じているらしい。この領域はエラーを検知し、脳の他の領域に信号を送り、実行機能に問題が生じたので修正すると知らせるのだ。運に恵まれる方法、期待と注意という二つのツール。期待と自己成立的予言の力。私たち自分の経験から期待を持つようなに、その期待の結果によって行動を変えるのだ。 特定の結果を期待するのは人間だけではない。今もまた歪みを叩くという妙な行動をとれば、鉱物の餌をもらえると期待するに違いない。科学者たちもまた、これが起こることに対する期待が、自分や他人の行動の影響を及ぼし得ることを、実際によくを及ぼしていることを承知している。例えば、新入生の国は昔ながらのテーマ、生まれか育ちか,かという問題について考えてみよう。ある種は能力や行動は、もっと生まれた存性質のせいなのか、それとも環境のせいなのかという問題だ。 この疑問に答えようと、行動心理学者のロバート・トライオンは、迷路をうまく抜けられれば、餌という報酬を得られるようにラットを訓練した。そして、ほとんどエラーせずに迷路を抜けたラットを選び、そしてラット同士を交配し、迷路をリハ発ラットの系統の次世代を作った。また、エラーが多かったラット同士を交配し、迷路鈍化なラット系統の次世代も作った。こうして人為的にラットを選択して交配を行い、それぞれの系統の数世代が誕生した後、トライアンは高結論を出した。 こうしたラットの行動に最も大きな影響を及ぼしているのは生まれだであると。メイドリハーサルラットはメ、メイドを鈍感なラットと比べて、エラーをする回数は決めて少なかった。それは遺伝子が脳を変化させたため、思考能力も変化が生じたからだった。だが、ハーバード大学のある研究者がトライオンの実験計画には一つの誤りがあると気づき、後輩や遺伝子のせいでなく、その誤りのせいで結果が変わったのではないかと考えた。 問題は、迷路でラットの実験をしている研究者たちが、どのラットが利発で、どのラットが鈍感のかを知っていることにあった。クリバーハンス効果を作用すれば、実験結果に対する期待は、無意識のうちデータの解釈に影響を及ぼす。その結果、利発したラットの方が鈍感のラットよりも、目をうまく取り抜けているように見える可能性があったのだ。何といっても、この実験でエラーとは何を指すのか、特定のラットが何かエラーをするのかを判断していたのは人間だったからだ。アメリカのリシ理学者ロバート・ローゼンタウトカーミット・フォードは、 実験者の機体はラットの行動に左右を乱すか否かを調べるよう努した。彼らは学生たちに迷路でラットの実験を行うとしのだ。そしてあるグループのラットは理発なラットだと説明した。これらのラットは迷路の機能が得意なので、新たな迷路の構造も素早く学習するはずだと伝えた。一方、他のグループの学生たちには、これらのラットは鈍感なとお、ね、迷路を学習する能力が低いはずだと伝えた。だが実際には当然のことながら、どちらのラットもそのような後輩プログラムを埋めたラットではなかった。 コグスのラットで2つのグループにランダムを分けられたんだよ。しかし学生たちが数日間コツコツ実験を行った結果はトレオンが発表した結果とよく似ていた。リアスだと思われてたラットの方が鈍感だと思われてたラットよりも迷路をうまく抜け、エラーの数も極めて少なかったのだ。運を鍛えるための4つの法則。ある状況で自分は運がいいと期待すれば本当に幸運に恵まれるんだろうか運に恵まれる方法を人に教えることはできるのだろうか イギリスのハートフォード・オフィシャー大学で進学を教えているリチャード・ワイズマン教授によれば、こうした疑問に対することはイエスだ。ワイズマンは運に関する研究の専門家でとりわけ、なぜ自分は運がいいと考える人がいる一方で、自分は全く運に恵まれないと確信している人がいるのかというテーマに関心を持っている。ワイズマンによれば、運を鍛えるための法則が4つある。そして自分は成功するという期待を持つようにして集中力を発揮すれば、運に恵まれやすくなるという。彼が開発した幸運のワークショップというプログラムでは、この4つの法則を実践させ、学生たちに運をさせている。 そして実際に運が悪い数人の学生の運を上回せ、大きな成功を収めた。Y ズマによれば、運がいい人の考え方には次の特徴がある。1、運がいい人は日常生活でチャンスを作り出し、チャンスに気づき、チャンスに基づいて行動する。2、運がいい人は直感や本能を信じて、本能に従って行動する。世界に出して直感を働かせるべきだと考え、そうした直感の声によく耳を傾ける。3、運がいい人は自分は成功するし、目標を達成すると思っている。 そしてそのように自分の未来に期待することで運に恵まれやすくしている。4. 運のいい人が不運に見られると自分のミスから学び、その経験を未来の期待に組み込む。そして今度はミスを開始してみせるという期待を利用して不運を幸運に変えることができる。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。